眠そうだったね。ラブ見てる時もうとうとしてたやろ。ラブ風呂ないよね。何が湧いた？湧いた？やっぱみんなラブフロム湧く？めっちゃ湧いてるなって思った。なんかドゥーンって流れた時にさ、うおーって言ってたからさ、ラブフロム湧くだと思って。でも湧かないわけないか。筋肉まみれの人がずっとうるさがす。笑った。湧く、そう湧く、湧くね、湧く。やっぱ湧くんだね。ライブはちゃんと見てて、知ってるよ、見てたのは知ってるけど、あの眠そうだなと思ってステージから見てた。ちょっと眠そうだなって思って見てた。やっぱ湧くんだ。そうだよね。どうだった、みんなライブ楽しかったですか？映像でね見てくれた人も多分中にはいると思うんですけど、どうだった、楽しかった？え、なんかさ、映像さ見たらさ、なんかいい感じにさいい感じになんかなっててさ、え、なんかよくねみたいな感じした。さきぶりのテテレー、フルにテテレー、ありがとう、ごゆっくりどうぞ。久々のテテレーだったね。すごいよ、衝突の壁になってた。壁にはなってなかったよ。眠そうだなと思って見てた。楽しかった、よかった、よかった。でもね、多分ね、今回楽しかったらね、多分31日も絶対楽しいと思うんだよね。そうマジで31日もね来た方がいいよ。来た方がいいよマジで。セミタお疲れ、お疲れ、やい、ごゆっくりどうぞ。ラブちゃんさん、ワグージこんばんざい、めっちゃ楽しかった、ありがとう。いいえ、こちらこそ。あ、プレゼントもらったよ、ありがとうね。MC 上手くなったね。本当に本当になんかどうだろう、上手くなったんかな。喋れるようにはなったんじゃないかなって思う。なんかもともとバンザイジャパンにいた時は一回も喋んなかったから、 MC の時人が多かったじゃん。でさ、別に私が喋んなくてもさ喋れるからさ、みんな先輩方喋れるからさ、喋れるから別にいいかなっていいかなと思って喋ってなかったから、喋ってなかった。まだ見てないのね、リアの配信干して、一緒に見たらいいじゃん。なんで干すのさ。え、でもいいよ別に、多分ね終わって帰ってきてもまだやってるから配信。かけるうちさん、お疲れ、お疲れ、やい、ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。にがみしの時です、ありがとう。めっちゃなんかさ、こっちに向かってやってくるからさ、ちょっとかわいそうだなと思って。めっちゃハート送ってくれたから返してあげようと思って返してあげようと思って。1ヶ月ぶりだった、初めて。あ、ね、ありがとう。31日も行くよ。お、待ってます。待ってるね。31日もね、あれよ、絶対楽しいと思う。いや、マジでリーダーって感じした。マジでリーダーじゃないよ、全然。そう見えるだけ。そう見えるだけ。全然だよ。なんか全然束ねたりとかはしない。してない。全然。何もしないよ。やっぱりリーダーリーダーっぽい。全然リーダーじゃない。でもリーダーの乙女心の魔法を開始したから、今。確かに、足軽ジャパンではね、初めて乙女心に出たね。まあ、でもともとそこのポジションじゃなかったんですけどね、当てられてたポジションは、実はそこじゃないんだ。
初ステージのシャングリラと比べたらおじさん成長を感じる。そっか、カーゴさん見てるんだ私のお披露目。そうだそうだ、確かに。でそれだったらね、確かにね、それよりかはね、成長してなきゃ困るよね。そっか、ごゆっくりどうぞ。よかったよかった、使ってありがとう、ありがとうね、使います。それで言うとね、なんかお土産食べちゃった1個だけ。美味しかった。ゆうちゃんこんばんは、こんばんは、ありがとう、初チェキ来てくれて嬉しかったわ。嬉しかった、チェキ可愛いから撮って。そうなのね、ありがとうね。嬉しい、よかった、お会いできて。ゆっくりゆっくり帰ってねってか、気をつけて帰ってね。うん、マジで完全でしょ。え、嘘よ。嘘だよ、なんかすまね、違う。いやな、そこ見たらさやってるからさ、あ、私だと思って。私にやってるって思ったから、こうやってやったやった。しかも隣のシェフさんには手しか振ってないからね。え、ペッパーさん、じゃがりあい、ごゆっくりどうぞ。喋ればできますみたいな感じになってるけど、苦手だったから回せないようにしてた説あるけどね。いや、 MC のね、あれ決め方そうじゃないんですよ、実はそうじゃないんですよ。そう、パンダジャパンの決め方はね、そうじゃないのよ。喋る人が決まってるってわけじゃないから。私がやらなかっただけです。私がやらなかっただけです。ズバズバさせていい、やめとく、いいよ、させて。させていいよ。ハッシャンさん、初音ありがとうございます。アンダージャパンの構成ユニット、足軽ジャパンの神奈川県の伝道セミナー、ライジングズリアイです。よろしくお願いします。ごゆっくりどうぞ。リアイと俺の妹リア、どっちも難しい。難かったのね。確かにはめるの大変そう。同じステージでというのが考え深い。確かにそれはそうかも。確かに。でも私もちょっとだけね、思い出したお披露目の日のこと。で正直言うとね、お披露目の日何も覚えてないんよ。そう、なんか場所は覚えてるし、あの物販会場がめちゃくちゃ狭かったのも覚えてる。だけど覚えてるんだけどそれ以外何にも覚えてなくて、実はそう、なんかね、真っ白だったんだよね、実は。真っ白だったんだよね、実は。だからあれだった、何も覚えてないんだよね。でもなんかみんなに同じ会場、お披露目というとだって。お披露目となんか同じ場所でこうやってなんかみんなに褒めていただけて嬉しいなって思っております。またリベンジします、ありがとう。早いな、そう食べちゃった、さっき。いやなんか目の前にあるじゃん、目の前にあったからさ、食べたいってなって食べちゃった。いやでも許して、今日ご飯一食しか食べてないから許して。チェキも日付もサインも名前だけだったが、コメント見れるなって。確かに今日こうゆっくりどうぞって書いた、ちょっとちゃんと。キケこんにちは、こんにちは、へっへっ。見せつけていく、ごゆっくりどうぞ。まだ分裂する前からりんちゃんの乙女心いいと思ってたから、久しぶりに見れて燃え尽き。よかった、燃え尽きてくれて。りんさんこんばんは、かわいい曲少女、また、じゃあまた、ごゆっくりどうぞ。ありがとうね、今日撮ってくれて。聞こえないかもだけど、めっちゃリアイってさ呼んでた。え、それで言うと聞こえてた。それで言うと聞こえてた。みんな呼んで
みんな呼んでくれてる、ありがとうって思った。珍しくさせていいよ。もう今日はね、先輩方にたくさん、あのステージじゃないけど、あの褒めていただいたので褒めていただいたのでいいよ。あなた見てた、ありがとうハリーさん。ハリーさん、え、あのアバターなくなっちゃったの？あのアバター好きだったのにな。ごゆっくりどうぞ。今日のリアル良かったね。足軽としてリアルとしてしてのリアルは初めて見たけど、表情見せパフォーマンスもいい意味で余裕ある感じで楽しそうで見てて楽しかった。ありがとうありがとうでも確かにね、今日はね、え、余裕はなかったけど、あのラブフロムがあったからラブフロムはちょっと余裕がなかったけど楽しかったです。今日はめちゃくちゃ、なんかいつものライブも楽しいんだけど、今日はいつも以上に楽しかった気がする。なんかお披露目の日と同じぐらい楽しかった。チェさん、おいおい、こんばんざい、ありがとう。今日よかったわ、だけてこれだけ聞いたらやばいやつ。よかった、ありがとうね。舞台会場回せまかったし、地域何もかごわかんない。なんか一番最初に並んだの、並んだの間違いと思った日だそう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 なのよ、やばかったよねあの日ね超かわいい超かわいい耳飾り、そうかわいいでしょ、もらったんだ。ヘイヤさん、ぐーちゃんこんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。ヘイヤちゃん、ヘイヤちやん、ごゆっくりどうぞ。すみちゃん、すみこちん、どんぐーでぃ、ごゆっくりどうぞ。ありがとう、今日お話ししてくれてめちゃめちゃ褒めてくれてるすみちゃん今からアーカイブ見るから挨拶だけネタバレしたくない。おう、いいよ、行ってきて足軽マジでよかったよ、マジで本当ね、よかった、それはよかった、みんなで楽しんでくれて。ピアスナイス、ありがとうね、お気に入り。それで1曲目は見た、音声はバンザイジャパンまで聞いた。あ、そうなんだじゃあちゃんと見てくださいちゃんと見てください。そしたらそれはよかった、美味しかった。ぐちゃちょっとすごくなってた。どういうこと、すごくなってたってすごいこと何もしない。お疲れ様、ありがとう。全然前に来た子を見るので精一杯だった確かに、でもペッパーさん最初前の方にいたよね、うん、って思った。 おったよね。なんかずっとずっとずっとペッパーさんや、ペッパーさんやんって思いながら見てた気がする。ずっと続けるのなんか違うなと、音楽全部届ききったのでやめました。あ、そういうことか、うん、なんか悲しいなんか悲しい。そっか、まあそうだよねやっぱりすげえなって改めて思ったわ。やばい、キャラじゃないこと言ってるからもう寝よ。ねえ、いいじゃん寝ないでよ、まだゆっくりしていきなよ。一曲目で興奮してついてしまったよかった、みんなみんな湧いてくれてよかった。え、でもさ、ラブフロムさ、本当は私さ、あ、じゃあ今日やったのね、ジュリアさんポジなんですけど、ジュリアさんのポジションだったんですけど、あの本当はね、私そこじゃなかったの本当は、実はそこじゃなかったの、もともと実は私ほのかさんと逆だったんだよね、ポジション。それ以外の子たちは全員最初からそこのポジション与えられてたんですけど、与えられてたんですけど、実は私とほのかさんが逆だった。だからふみさんのポジションとジュリアさんのポジションが逆だったの。逆だったんですけど、やばい、いや大丈夫、それ以降のネタバレはしないから。そう、
だったの実は。だからそのままずっと続いてたら、あのほのかさんのパートを私が歌ってたかもしれなかったっていう裏話裏話。ラブラブでやわらちゃんとの背中合わせの部分はちょっと泣きそうになった。そうだよね、そう、エモくない？みんな見た？みんな見た？私ほのかさんとさ、こうやってね、こうやって歌ってんの、背中合わせで歌ってるんだ実は。そう、そこがね、あのエモい部分でした実は。実はね、先月2位のリレーだったけど、リレーの玉の下バイズ人やった。やった、頼もしくなってた、よかったよかった。そうやって言うと、で、あの私知ってないかも、プラフも全部買いました。確かに全部変わってた気がする。なんか悲しいね。悲しくない、悲しい、なんていうの、あ、なんかなんて言ったらいいんだろうね、日本語がちょっとさおかしいから。あれなんだけどさ。そう、なんか何とも言えない気持ちになった今。やっぱりうちネタバレされるんではね、今から見に行ったらええ。見に行ったらええ。で、15分だけだから、15分見に行ってきな、見に行ってきな、急いで見、あ、そうそうそう、急いで見に行ってみ。れいちゃんの両パート行ける感じ？そう、だから両方できる、ほのかさんも両方できる。両方できる実は。手の高さの違いね、見る場所違うんだが。見る場所違うんだが。どうだったの、背中合わせって思ったなんて、って思ったなんて、まだ見てないので分かりません。見て見て、みんな早く見て。あ、ね、エモいよね。まだいる、だって1曲目は見たんでしょ、だから1曲目の話はしていいわけでしょ。1曲目の話はするわ、じゃあ1曲目のね、1曲目の話だけするわ。なら俺が来ていくか。逆にね。え、そこじゃないの。そう、そこじゃないのよ、見るところは。そこじゃないのよ、わかる、そこじゃないのよ。なっちゃいけないよ、ちょっと言う、あの人を上回る人見つけるまで、あ、確かにね、確かにそれはそうかもしれない。そうですね、まあでもゆっくりしたらいいと思う。ジェシーが強かった話とか、ジェシーはねもともと強いから大丈夫。袖を振りすぎてバイクでぶつかったとか。マイクぶつかってないし、別に。ぶつかってないし。サースケさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ、神宮寺です、お願いします。よいしょ。てかこのアバターどう、アザラシ、アザラシ、何それ、誰？かわいいよ、かわいいけど誰？一瞬タバコ吸ってるかと思った。ふーんってなってるから、マイクガサガサ言ってた気がした。私じゃないかも。私じゃないかも、そしたら当てた記憶ない。飲もう。飲もう、飲み物飲むね。一瞬抜かれてめっちゃ可愛くあったところが、え、見てない見てない、まだそこまで見てない。見てない見てない、最後見てないから、まだ自分の出てたところっていうか、なんだろう、あの時しか見てない。分からん分からん。分からんと。
分からん、今こんな感じで聞いた。さすがだわ、いつも通りすぎて。やば、海賊グループで3番目ぐらいの身長、多分。誰が一番でかいんだろう、ヤオヨロズさんにいるレオさんかな。かなって思った。その次にでかいのわかんない。でも多分その前の方にはいると思う。今日のステージ高さと奥行きがちっちゃいよな、正面当たりそうだった。確かに怖いんだよね、ボンって当たりそう。確かに怖かった。一番はレオさんかな。あ、そうだよね、マリさん166らしい。へえ、そうなんだ。じゃ167だから私の方が背でかい。私の方が一応背でかいですよ。列車残業しないでもう1時間半遅いからな。あ、そうなの、大丈夫、不安なんだけど。なんかすごい眠そう、寝ないでね、寝てもいいけど寝ないでね。てかやっとビンゴのお返しお礼ができました。いいえ。いいのに、別にそんな気にしなくても。ありがとね、よかった当たって。これで当たんなかったらさ、もうね、ごめんって。土下座しちゃうよ。俺174だから勝ってる。それはそう。私も170になりたかった、170になりたかった人生だった。あとなんだ、3センチ欲しかった。もう伸びないんだよね、悲しい。立ってよみんな。確かに言った、だからみんな座ってるからさ、立ってよって思って。私一人じゃ嫌だよって言って立ってもらいました。今日はあともう少しの気持ちで仕事してライブ一瞬忘れてたね。やばいやばいやばい、ライブは忘れないでもろて。ライブは忘れないで。リアとリコが一瞬抜かれたのどこだったかな。わかんないよ、見てないもんだって。どこでいつ抜かれてたかわかんない。どこでいつ抜かれてたかわかんないよ。そう、本当に MC の部分はマジで何にも分かんないんで。マジで何も分かんないんで、どこだったかなって言われても分かんない。しのびっくんの分はまだ伸びんじゃね、伸びるかな、しのびっく飲んでたくさん寝たら伸びるかな。あ、ちゃんと見てんのバレてる。いや本当だよ。本当だよ、ちゃんと最初から最後まで見とるやんっていう。うん、タタ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 タ。でも大丈夫、今日の指名は配信だとちゃんと覚えていたので起きてました。あ、じゃあ大丈夫だ。じゃあ大丈夫だ。あ、でも足軽は実は途中からなの、本当は。どっから見たの、そしたら。逆にどっから見たの、ラブフロムは見てないの。2ヶ月寝たきれなら伸べるよ、そういう伸び方はしたくない。だってさ、結局さ、立ったらあれじゃん。立ったら背縮むわけじゃん、重力で。だから意味ないんよ多分。絶対意味ない。トモキ、おいおいおい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。ほら、トモキが見たがってた巻き髪ですよ、巻き髪ですよ。だよね、これで伸びてヒール履かれたら負けるわ。確かに
ヒールはでも履きたいと思っているね、やり忘れてること指摘されてすごくって、あのフジャップからリアタイム、あーそうなんだ、そういうことか。じゃあ途中からだ、もう最後の乙女の最後らへんじゃない、そしたら乙女の最後らへんじゃない、そしたら今富山なんだけど暇すぎて困る。暇すぎて、でもこの時間ってことはホテルにいるんだよねいいな、暇すぎて困る、なんかしたらなんかしたら、あの配信をさ、あのネットサーフィンみたいなしたらいいんじゃない配信をネットサーフィンみたいにしたらいいんじゃない、はしごしたら、寝ながら牛乳飲めば固まる。いや固まんないでしょ、もう無理だと思う皆様めっちゃステージ、いいステージングと巻き巻き髪でした、ありがとう。巻き巻き髪実はね、ありちゃんに巻いてもらった髪の毛助けて、ありちゃん助けて、めっちゃ目の前で髪の毛巻いてたから、巻いてって今170だっけ、違うよ、167センチです、167センチです。あれ、ヨシさんにはもしかしてでかく見えてる、私のことでかく見えてる、まあ、フロントセブン終わった後見たけどね、じゃなきゃリア褒めれてないよ、確かにそれはそうだ確かに止まらなくてもいいけど、せっかくなので、あーそうなんだ、クレーム決まってるからな、ファイナルジャパンさんでも行かない人はほとんど行かない、あそうなんだ、そうなのね、じゃあ始まるまで待つか、行かない人のところに行ってみるか行ってみるかマジで知らない人のところに行って遊びに行ってみるかわかんないけど、しかなくない、なんかテレビとか今やってないよね、あんまり、多分12時過ぎてるからうん、7センチのヒールは履かないで、じゃあ10センチのヒール履くわ10センチのヒール履くわ、無事も終わりも元気と勢いで始まるジャパンの地球会まんじゅう、まんじゅうじゃないのよ、まんじゅうじゃないのよ、よかった、隣でうるさいっていうね、あの苦情が入ってましたよ隣でうるさかったよっていう、うるさかったよっていうタレコミが入ってますよ。しゅうさんは行くけど、ふみさんは行かない。ある珍しいと言われるのも嫌なので、ロハに一度売りが始まった。お、じゃあ見たらええよ。じゃあ見たらええよ。アリアイラアリス、リアイリノリコ以外は時々忘れる。ほのかさんも忘れんのやばいやん、ほのかさんは忘れんといて、一番最初に入っとるからね、わーわーおわーおわーおちょっとええ座ってる、皆さんただいま、全部見た全部見た、お、どうだった、どうやった、へやちゃん、うるさくねえ、かわいいじゃん、ではバイバイ、バイバイハリーさん、またね、うるさくねえ、かわいい、以上違う違う、私が、私にタレコミが入ってるの、うるさかったって、うるさかったってタレコミが入ったのグク、今日もリアが優勝じゃ、うあれピーボーピーボー、運ばれてった運ばれてった、もしかして、たまには負けろ、ためには負けろとは、負けるとは、私の頭の中に負けるって辞書ないからごめんいや名刺ちょうだい、名刺フライヤーしかないんだよね、だからそのあれにフライヤーを入れていいのか分かんなくて、入れてない、入れられてないっていうのが現状。
名刺持ってないからさ。っていう感じなんです。うん。もうさ、キモいキモい、キモいって褒め言葉。けなされてるみたいだよ。どれだけ堂々として楽しそうにライブするんだよ。ええやろ。いやでも私は1ヶ月じゃないよ。私は1ヶ月じゃないよ、実は。指導してから1ヶ月だけどね。うん。お披露目から1ヶ月のオーラと、ちゃうんよ。ちゃうんよ。ちゃうんよ。でも確かにね、それは、言っていただきました。言っていただきましたというか、うん。って思う。ですよ。思うですよ。実は。なんだろうね、普通になんか楽しいんだと思う、ライブがみんな。そうでもなんかりのちに言われたのは、なんか私とほのかさんがいるのがでかいと思うよって言われたの、その話してる中でね、アシガジャパンで話してる中で言われたけど、いや別に私たち、私はじゃほのかさんわかんないけど、私は別になんだろう、自分のできることをやろうって思ってるだけだから。確かにね、なんだろう、みんなさ個性が強いから、私も負けないようにしようって思ってるぐらいで、思ってるくらいで、別に何もしてないし、そう、何もしてないし、自分のできることをやってるだけなので、そう、逆に私はみんながいるから成り立ってるんだよって思ってます。言わないけどね、みんなには。みんなには言わないけどね、言わないけど、そう、私たちだけじゃなくて、そう、みんながこうやって頑張って仕上げてくれてるから、そうって思う。だからみんなの方がすごいと思うよ、私は。私はね、私はみんなの方がすごいと思っております。うん。足柄見てて思うのは、本当に楽しみなことじゃない。あ、マジでありがとね。ありがとう。でもマジでジェシーが強すぎるって思う。父に書いてあげるから出しなさい。うん、出さない。だって辞書ないもん。辞書ないもん、ごめんね。特大リアチャレンジ、チャーハンのニンニクがえぐくて、じゃあ書きません。大丈夫？大丈夫？寝てください。寝ればいい問題じゃないけど。え？足軽のフライヤー持ってない。え、足軽ジャパンのフライヤーはないよ。いや、フライヤーは持ってない。ごめんね。まだジャパンのフライヤーしかない。単純に言うと胸焼き。あれ、まだ若いんじゃないの？まだ若いんじゃないの？せやけどこの1ヶ月でめっちゃ変わったし、今日が今のところ最高だった。やった。じゃあそれを超えられるように31日頑張るわ。31日頑張るわ、超えられるように。うん。りのちゃんお母さんみたいな存在だ。そうだね。だってみんなにママーって言われてるもんね。だってりのちゃんだけ名前呼ばれるときママーって言われるのめっちゃおもろい。テリテリが際立ってバキバキのグループだと思った。嬉しい嬉しい、そうやって褒めていただけて、グループのことがね。私は、だって私のことは別にいいよ。よくないけど、あなたもちゃんとね、主張できるように頑張りなさいって感じなんですけど、こうやってなんかグループのことを褒めてもらえるのすごい嬉しい。メンバー同士で戦いバキと勝てますよ、頑張る。確かにね、いつかは先輩たちを超えられるようにね、頑張っていきたいと思っておりますよ。二人の存在は本当に大きいと思うよ。みんながやりやすいのは経験豊富な二人がいるからで、ね、そうなのかな、わかんない。でも私はなんだろう、その経験をみんなに教えてあげてるだけで、別になんだろう、なんか自分がまとめようとか思ってないから。思って
思ってない、うん、思ってないからまとめようって思ってるわけではなく、私たちのその今まで培ってきたものを教えるというよりかは、なんだろうな、一緒にやってるって感じかな一緒にやってるって感じかな。そう、まあでもたまにね、ほのかさんとはね、神奈川同士だからね、なんか帰る時が一緒になることが多いんですけど、まあ、そこでね、あの真剣な話をしたりする時もあるそう、なんかどうしていこっかとか、これからグループがもっと良くなるようにどうしようかみたいな話をする時はあるけど、まあ、基本的にはいろんなものをみんなで決めるっていう感じだから、足軽ジャパンは。そうなのでなので、なんだろうな、そうだね、みんなでやってるって感じ。そうだから私たちだけじゃないよ、そうみんながいるから私たちが動けてるの。そうなんか私たちがいるからじゃなくて、みんながその私とほのかさん以外のみんながいるから成り立ってるって感じその言わないけどねって骨をポロリ言うし言わないけどね、言っちゃダメだよみんなもみんなも言っちゃダメだよ、みんながいるから私たちはできてるんですよって。では本日のいや可愛いよりありがとう大事なこういうやるかやらないかって言葉を思い浮かべでも本当はさ、工場さ違うことやりたかったの、やりたくてさ、めっちゃ練習したのにさ出せなかった本番で、マジでいつもの言葉を喋ってしまった寝てるダメ、起きてみんながそういうのあるけど、それをされてるのに言ったのかなと思う。いや全然よ。それと少し寝てました、おはよう怖くてもな、臓器は人生そんなこと言わないの今日特にその子の良さが出てるスタジオ、確かにラブフロムファーストはねそういう感じの曲だからね、どういうメンバーなのかってのが分かりやすいパフォーマンスに見えた。あ、そうなんだ、そうね、確かにそうかもしれない。パフォーマンス終わった途端に疲れきれないでもそこの話はした、ほのかさと MC グダグダだったねやばいねって言ってごめんなさいって思いながら背中で引っ張るタイプのかっこいい先輩、全然ですよ、私はみんなが聞いてくれるから教えられてるって感じ、みんながいるからできてるんだよ足軽ジャパンは。そう、私たちだけじゃできないからね、あのグループは。いや、かわいいよりありがとう、やるなら今しかねえ、やるしかねえどうしたヘイヤちゃんかわいいよって言ってるし、今ちゃんおいこんばんざい、ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。ラブフラムのジュリアさんポジで寝たこと話してる、いいよ話していいよ、寝落ちしよう、おやすみまたね、バイバーイ。やれることはやってるという自信があるからあんなに楽しんでいけるのかなって思った。どうなんだろうね、自信あるように見えた見えた、なんか最近さ、なんだろう、そのレッスンとか受けてる時になんかもっと自信持ってやってって言われるんだけどさ、なんかちゃんと自信を持ってできてるのかがあんまり分かってない分かってないんだよね実は。ルーシュープさん、ライブおつおつありがとうございます、ごゆっくりどうぞ、ありがとうね、おしゃべりしてくれて、使うわ頑張ってこうやってありがとう。ずっと本番でそういう場法に、ね、なったんだろうね、いいことだと思う。あ、でもそうだと思う、なんか練習
ではね、なんか考えることが多すぎて、考えることが多すぎて、なんだろうね、なんかわかんないけどさ、でもなんかお客さんっていうかファンのみんなというか、そのさ大名側室さんがさ、というかなんかお客さんがいるからなんかテンション上がるっていうのもあるかもしれない。まあそれでなんか自信ついてるのかって言われたらなんかわかんないけど、わかんない。でも楽しかった今日は、めちゃくちゃ。あなた MC の出だしから面白い。だってさ、だって3曲出ててさ、全力でやったらさ疲れちゃった、疲れちゃった、へーって、やーやーせーば髪染めたよ気分で、染める気になったよ、染めた、何色に染めたの、めっちゃ気になる特に今日のライブ久しぶりだから緊張してると思ったら間違いだった、安定しすぎですなんかさ、安定してるって最近言われるようになるんだ、なったんだけどさ、なんかいいのかな、足軽ジャパンで安定を求めて安定を求めていいのかな自信という言葉がいいかわからないけど、あとはステージでやるしかないという状態で立ってるって気がする、あくまで見てる側の感想だけど、あでも確かに自信があるかどうかはあれだけど、でもステージでやるしかないわね、思ってる、うん。だってステージはさ、なんだろうね、そういう場じゃんだからなんだろう、あとはどうにでもなれと思ってやってるちゃんと考えなきゃいけないことは考えてるけど、でもできることやるしかないじゃんステージって。だからいつも通りに、そのちゃんとなんだろう、あこんなこと考えなきゃ、あんなこと考えなきゃっていうよりかは、まっさらな状態でできるようにしようって思ってやってます最近は。表情に余裕がだいぶ出てきてると思うが、本当にそうかな、余裕だったわかんない。今日のめっちゃ自信ムリムリ愛、生で見たかった。で自信自信はわかんない、あったかなあったのかな、ムリムリかどうかはわかんない、ごめん。ガチの引き継ぎに見えて泣いたのと、映画楽しそうで堂々としてた姿に泣きました笑った。でも確かに今日はジュリアさんポジだし、ジュリアさんから帽子かぶったの、いつもとなんだっけ、かぶってるからさ、いつもかぶってるから、なんかちょっと重なればいいなって思って、重なればいいなと思ってやったのはちょっとあるかも。黒染めしたくなかったからカラーブルーみたいなの入れた。あそうなんだ、いいな、私も髪の毛染めたい。なんか最近暗いからさ、ずっと明るくしたくなってきた明るくしたくなってきた。こよりちゃん、おいおい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ、ありがとう、今日遊びに来てくれて久々にお話できてよかった。かわいいよ、中山じゃないのよ、いやいいな、ないな、ないでも MC しっかり喋れてて成長したなと、おじさん目線じゃあ今まで喋んなかっただけだよ、実は喋んなかっただけだよ今日リアネジバラさん、ごめんって、でもイチャイチャしたね、イチャイチャできてよかった、またおいで、抱いてあげる抱いてあげるとか言っちゃいけないけど、また抱きに来てください抱きに来てください。ゆるそう、よし噛んじゃった、よしろうさん、おいおい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。焼き入れすぎて音で外す、りーちゃん意外と好きだったのにじゃあ
じゃあ次のライブ外そうかな音外そうかな確かに気合い入れすぎると音外すから、って言っても今日も外してたけど外してたけど、うんっていう感じか。でもなんだっけ、リハをさやったんだけどさ、リハーサルの時にさ、自分のラブフロムファイストのさ歌割り、あの教科書と紙パックのミルクティーのところ紙パックのミルクティーのところさ、すごいあの地声でね出そうと思ったの最初だから、こうやって歌おうと思ったら、あのマジでさ声が出なさすぎてさ諦めたよね諦めた。実はあとどうにでもなれって思えることをやっているからだと思うけど、そうなのかな。もうなんか基本的にはライブの前までに全部入れてきて完璧に、ライブ会場ではあんまり完璧にやらない、そのなんだろう、あんまり練習しないでその平常心を保てるようにしているので、最近最近ね、最近っていう感じだから、まあそうねそうねって感じ。いや見てたのにな、知ってるよ、私も見てたもんあとはめっちゃ声出てたし、めっちゃ笑ってた、ありがとうよかった、笑えてて、で、普通に楽しかった。あの3曲全部さ出てたからさ、あの体力ちょっと死にかけてたけど、実は死にかけてた。いや別になんか辛かったわけじゃないけど、ちょっときついかもって思いながらやってたけど楽しかった楽しかっただと思うから、ウェイってなったんだと思う。いや最高よ、ありがとう。加入当時の下の表情からすれば言ってください。確かにね、それはそうかもしれない確かにそれはねそうかも確かに。あの最近目の雰囲気変わったと思うんですが、どんなメイクにシフトしたんですかどんなメイクにシフトしたんですか。え、でもあんま変わんないよ、キラキラが増えたぐらいじゃない。あとちゃんとあのアイライン引いてるぐらいアイラインはさ引いてなかったんよ、あのとある日からアイラインがなくなってしまって、あの買わなかったんよ、ずっと買ってなかったの。でついこの間買ったの、そうグリッターも一緒に買ったんだけどさ、買ったからで、それ以外は何にもしてない。あと濃くしたぐらいじゃないメイク。あとねあれでやるようになった、筆でやるようになりましたメイクはそのぐらい抱いてあげる、そう抱いてあげるうまいとかうまくないとかの前にステージで声が出るって難しいって、何人の回しがあるジャパンを見て知ったから。ああね、確かにそれで言うと確かにちゃんとマイクに声入ってたかもって思う。えでもリハの時にふみさんにマイク上持ちすぎって言われたから、こうやってちょっと下の方を持って歌うようになりました、歌うようにしました。え抱き上げちゃうかも抱き上げちゃうかも、こうやって見えてないけどこうやって抱き上げちゃうかも。グリッター可愛すぎて無理、もっと違うやば、ダコってことかな、ダコってことかもしれない、お姫様ダコかも5時から仕事なので仮眠してて、早く寝て早く寝て、こんな私の配信嬉しいんだけどさ、見てくれるの嬉しいんだけど早く寝て今日は積極的に来てくれてありがとうございました。いやシュプさんと言ったらやっぱね、いや今度ケツバットとかにしとく
ケツバットじゃないわ、タイキックとかにしとく。なんか時間がさ、なんかたくさんの人おったからさ、殴りに行かんとと思って、自分から殴りに行かんとと思って、あのエアーで殴らせていただきました。音も頭のネジを吹っ飛ばしていて、そう、頭のネジは吹っ飛ばしたくないかな。音は外すかもしれないけど、外したらキンブレ振ります。嫌なんだけど、嫌なんだけど、やめてよ、外しましたやめてやめてこちら、りゆきさんこんばんざい、ごゆっくりどうぞ。ターコイズブルーペンラの王者になった。え、私もえ、みんな振ってくれてありがとうって思って、しかもめっちゃ声も聞こえたから嬉しかった。そうそう、パフォーマンスの質はあちこちおおうってなったけど、楽しそうにしたのがみんなの心をたのかなって思う。まあ確かにね、パフォーマンス、うん、ごめんなんかバズージャパンさ、いつもさちょっとね、やばいなって思うで、じゃあ僕の中でタコイズが釣れてるのか、音が色がなくてごめんなさい。全然いいんだよ、振ってくれてありがとうね全然大丈夫。明日からボイトレはまずマラソン10キロ。絶対やだ、絶対に逃げる、無理。ちなみに今日は風に緑です確かに。でもさ、なんか青色とさ水色とさ、青色と水色とさ緑があってさ、もうなんかフェーってフェーって感じでも嬉しかった。大幅の感じちゃうくない、ライン復活させたのかなって。ああね、え、でもなんかいつもよりあの幅を変えてはいる最近よ、変えてはいるよ、大きな声では言えないけど幅は変えてはいるよ筆しじ、違うのよ、筆とペンの違う、いつもは手で塗ってたの、手でこうやってポンポンポンって塗ってたんですけど筆に変わりました。そうです、ふみ先生に教えていただきました。かっこよさならヘムロックかっこよさとかじゃないのよ、大キック助かるじゃないのはい、また来るよ、今日はお次じゃ、またね、またね、バイバイ、ありがとうございます。かつヤクザね、ヤクザじゃない、違う、かつさんも怒るよ。アレンジサトペライトはどんなくどうすなわけねえだろねえ、なんだよ。しかもさ、ルパレツってメガネ中心じゃない、まだじゃない笑ったそれはね、思ったけどパワーサで、あー絶対だね。まあでも確かにね、まだまだですからね、頑張ります頑張ります。それで完全に幅だ、判明した、それ好きよ今の幅で。でもさ、なんかさ、もう少しだけさ幅大きくしてんだよね実はって思っているけど、まあでも諦めた。でもね、今頑張ってね、こうやってね、こうやって頑張ってやってるのいつも頑張って幅が広がりますようにと思ってやってる。あとまだ話せないいいよ全然。りなちのいつもは権利で活動してますよ、ママも流された。でもそれはね、私もやってるよちゃんと。昨日の夜さ、おやすみなさいってあげた動画、あの写真あるじゃん、あれちゃんと9人いるんだよ、知ってた。だからみんな忘れてないよっていうことをね、あのやってますいつも。そうだから、みんな8人だけどいつも9人でやってるよっていう気持ちでやってる。ヒムロックはヒムロック持ちはご存知で、ね、知らないけどお断りします。こういうことか、こうやって持つってことね、こうやって持つ。いやでもやだやだ、ゆうちゃんみたいのに俺のメガネ言うこと聞く最悪
早く。このまま違うグループとしてやりそうな気もしてきた。どうなんだろう。どうなんだろう。お姉さんが二人もおるのか、どういうこと。いないよ。いないよ。待ってるぞ。配信見たら、見てたら、届けこのコメント。届けこの。サザさんに、サザさんに届けて。届け。ただいま、おかえり。おかえりなさい。サバどうしてですか。ああ、そうなのね。あ、そう、近い、あ、こうだよね。え、でもさ、ハロプロのモーニング娘さんにさ、この持ち方の人いるよね。なんかこの持ち方してる人はさ、あの歌うまいって言うよね。いや、しがるジャパンって9人だもん。他の子見るなって言われてるのも私知りません。そうだよ、9人だよ、もともと。あとね、白坂風里ちゃんっていう白い衣装の子がいます。風里ちゃん、あ、風里ちゃんに届けようとしたのね。うん、そう、そうですよ。そう、9人います。その持ち方してるメンバー見たことない。確かに。え、話よしくんさんに伝えてあげよう。そうだよ、なんか忘れてないっていうか、ちょっと仲間だよって思ってやってます。災難やろうね。災難やね、ほんまに。こうやって撮れるのに気をつけないといけないと言ってたな。そう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 、そうです。だからちゃんとこうやって持ってやってます。だからどうすればいいのかなと思って。どうすればいいのかな。どうしようかね。どうしようかね。リエさんにエレさんのエレの声聞かせるときにリエさんが近づいてくれて、めちゃドキドキせんの。だって聞こえないじゃん、みんなわわわしてたんだから。わわわわわだってあわわしてたから、近づかないと聞こえないやん。ベレボイコールリエって感じになってきたね。マシガリジャパンにいるときはベレボつけてるので、ベレボつけてるので、ベレボつけてたら、あ、神宮寺だなって思ってください。お酒飲もうとしてるのか。飲んでないよ。お茶、お茶、お茶です。なんかこれだけ見たらビールに見えるけどさ、お茶です。誰だっけその持ち方、ハルプロメン。え、あのあれです、北川リオちゃんとか安田圭さんとかもこういう持ち方だった気がする。他の子見たらキエーズキエーではないけど別に。でもついでごゆっくり寝る寝るね。バタージャパンを見て推しを出てきます。いってらっしゃい、またね、ごゆっくりどうぞ。マイクの向きが濃く、そう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 、こうです。仲間だよな、射程ですね。いかね、本当にいい加減にしてください。射程じゃない、違うよ。仮に言ったら最初になる可能性すらある。じゃあやってみる、逆に私が今度のライブでやってみる、こうやって入れて。やってみる。やっぱりリエさん生で見るとさらに可愛かった。ありがとう。ケーピー、ケーピーする、ケーピー飲まないといけないじゃん、そしたら。そして今日のライブで確信しました、リエさんを最高に推せると。やったね。ありがとうね。リエさん、今日はその持ち方、そうそうそう、そうなんよ。てかマイクって何が一番使われてるんだろう。わかんない、なんだろうね、知らない。エルさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。あれの別グルの推しもそういう持ち方の人だった。
あ、そうなんだ。じゃあ歌うまいんじゃない分からんけど、持ち方よりも角度や、まあ、確かにね、角度もあるよね。確かに研究材料でもあるよね、角度思う。そしてマイクを飛ばす、嫌です飛ばしません。私は生で見るのがいい生で見るのがいいらしい。じゃあみんな生で見に来て生で見に来て。マイク固定は難しいから大変よねってアリちゃんと話して。そうだね。え、でもアリちゃん今日さ、ずっとここにさ持ってさ、しゃあのやってたよね、あのなんだっけ、ライブ急にあくびくるやんでね。その人に合うマイクの波長もあるから難しいよね。確かに確かにむずいかも。でもさ、なんだっけ、なんか歌いやすい会場とさ歌いにくい会場があるよねって思う毎回。プロレスラーのマイクアピールの角度も大事らしい。へえ、そうなんだ。誰やってんだよ、ルルルルルバーンって置くやつ、プロレスラーのマイクアピールってルルルバーンってやるやつ知らんけど。寝てもろって、やだ、みんなとおしゃべりしたい、まだまだおしゃべりしたい、寝てもろってまだ寝ない。27の対バンも31日の歌手代も星ガールパフ、星ガールジャパンパフ楽しみにしてる。27来てくれるんですか、マジ来てくれるの。アンドレライブジャパンね、配信あるか分かんないんだよね、あのアネットプラスなのであるか分かんないんですよね実は。うん、アンドレアイドルライブジャパンでもないやつあるやん、配信が。だから配信のないものかもしれない。楽しみにしてるね、ありがとうございます。楽しみにしててください。27ね、フェイって感じだよ。27フェイって感じだよ。瀬戸里フェイって感じだよ。だって言うとやだ、いやです、なんて言うの、シャが多い気がする。シャウは分かんない。林さんのマイク下手じゃないんだよ。音の変わりで変わる、確かにそれはそうかもしれない。マイクの態度が悪いと、態度が悪い、角度か、態度って思っちゃう。角度悪いと声が全く乗らないらしい。あ、そうなんだ。先日はライブのみます、待ってるね、そしたら待ってるわ。成長していく足軽ジャパンの皆さんをこっそりおいし、こっそりね、こっそりありがとうございます。遠い空から見守ってる遠い空から見守ってるわ、おもろい何遠い空からってどういうこと。お疲れだし、配信1時間は経ってるからお休み。え、もう1時間経ってるの、嘘、初めて知ったんだが。え、本当だ、1時間経ってたわ。ウェーウェー、27はバザージャパンと被りだったような。あれ、そうなんの。足軽ジャパンは池袋スタジオミクサさんで11時過ぎからです。11時10分から30分までの20分枠、アイドルライブジャパンアネットプラスさんでライブです。アイドルライブジャパンは乗ってるやつに配信、うん、ありなし書いてない、うん、そうだっけ覚えてないな。レイさんとのチェキいいな
次はこれなんで、静を捧げようなので、シュワーシュワーってオーディオメーカー、あ、そうなんだ、へえ、シュワーシュワーお兄ちゃんって書いてくれてるの本当に、だってお兄ちゃんなんだもんお兄ちゃんなんでしょ、お兄ちゃんだからお兄ちゃんって書いただけ、そしてありがとうって書いてくれてもだいつもありがとうって書いてるよ家が通ったら34時間かかる、確かにね、遠いよねなんか乳製品摂取しようかな、さすがに限界、いや摂取しな摂取しな、同じような時間でせんくら、せんくらか、そっかそっかそっか、確かにせんくらあったわ、いいな、せんくらライブしたい、せんくらでせんくらでライブしたい、そろそろせんくらでライブしたい、せんくらでライブがしたい、そろそろせんくらに行ってないよ最近、都内にしか行ってないよ、なんならさあれだよ、渋谷の近未来会館しか行ってない気がするてかまた会えるの1週間後か、確かに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 、だって27日来れないんだもんね、ビエ悲しい、なんでだよいいね、確かに、あくび目覚ましにするのでもう一回お願いします、絶対目覚めないよあくびで、心臓つなぎをやりましょう、はい最高、そうだね、じゃあ私だけこっちにしようかな、コニーになろう私だけコニーになろうかな、レイがコニーでお兄ちゃん本当は漢字で書こうと思ったけど、あのダメでした、書けなかった、出てこなかった、あと無理しないことちゃんと寝てるか、寝てるよちゃんと、寝てます寝てます、大丈夫寝てるよ、安心して、てかもっとチェキかけながら話になってるよ、ティーさん、リエしか勝たん、ふすましか勝たん、やったね、てかなんかさ、私のファンよりさ、ふすわのファンじゃないティーさん、ティー45くらい回すの厳しい、確かにきついな、それはやめとこう、やめましょう間に合わなかったら困っちゃうからね、ティーさん、ごゆっくりどうぞ、お姉さんの色目を使うことを覚えてしまったので悲しくなりました、色目使ってなくない、いつ覚えた私が会社に行ってくれ、リーチャー会社さんに言えばなんとかなる、本当になるの、じゃあ言っといてください、社長さんに、この時間休憩もらっていいですかってこの時間休憩もらえるか、休憩をもらうか、池袋に行く、行ってっていうことにしとく、この時間だけ池袋に行ってもらって、それか早上がりさせてもらうかって感じかなって感じかな、なんて言ったらいいかな、なんて言ったらいいかな、なんか今日メンバーみんなに心配されたね、心配だよ私は、だって寝れてるか分かんないもんなんかさ、ラプターさんのさ、あのあれがどんどん遠くなってる気がする今日久しぶりに当面でリアイ見れて、うわリアイやリアイやってなりました、笑うた、どういうこと、うわリアイやうわリアイやそりゃ出るやろうよ、だってリアイリアイだもん、だって片足しかリアイ、逆逆逆逆やん、逆ですよ、意外とできる、そうなの、意外とできる子だから3年ぐらい休憩が欲しい、3年ぐらい休憩が欲しいわ、やばい、もう休職したらいい、それはリアイしかリアイ、リアイはリアイなのよ、ボーイしかリアイ、ボーイしかリアイは何な、何を求めてだ、誰得なんそれは何が遠く、職場が遠くなってる気がする、どんどん、だからなんか大丈夫かなって思っている、
鹿、鹿、カモシカも、カモシカもシカも確かに鹿、なんか足は確か鹿でもないってね。最近の腰の心配しかされない。うん、確かに勝さんは腰の心配。腰大丈夫本当に。生きとる大丈夫？リエとは勝たん？勝たん？勝たん？リエちゃん見た後に仕事だってできる？できるよ。頑張れって。頑張れ仕事頑張れって言ってあげられるよ。叱りやね。もう何が何だか分からん。ああそれは生活でしょ。だから心配してるんだよ。いでまる、もうとひろさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。初見さん、バンダジャパンの構成ユニット、足軽ジャパンの神奈川県の電動セミナーライジングゼリアイです。よろしくお願いします。ごゆっくりどうぞ。ジグジ基本的にね、あのコメントとね、あのお話をしながら、ん、コメントを読みながらお話をしてるので、読みながら、そう読みながら配信をしてるので、よかなんか知りたいことあったらぜひコメントしてください。どんどん睡眠時間が減ってるのは確か、だから心配してるんだってば。そうだから心配してるんよ。めっちゃ可愛いですね。本当にありがとうございます。イエーイ。嬉しい。アバター、アバター可愛い。忍者、ニン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 。ニア以外で勝つことあるだろうか。いや、ない、ない。やったね。やったね。嬉しい。これからの時期は志願の飛び出しに注意が必要です。やばいじゃん。そっか、や、山、山だから、山がたくさんあるから鹿が出るのか。そうなのか。鹿見ないもんな。見ないもんな。今日ポキッと鳴らなければ刀剣で言ってたかもしれ、あ、そうなの。マジか。大丈夫か、大丈夫か。本当に怖いんだけど。いつも通り配信とか見てると十分な時間、十分な睡眠時間取れないんだよね。まあ確かにね。ごめんね遅くて。本当に申し訳ない。でもちゃんと寝てって感じ。そんなこと言われたらなおさらできない。なんでよ。頑張れるでしょ、なおさら。頑張れるでしょ。頑張れって言ってこいって。お仕事、お仕事、お仕事頑張れって。頑張れるでしょ。頑張れよ。じゃあ、じゃあ頑張れよ。レイにめっちゃ聞きたいことあったわ。なんだっけな。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物、好きな食べ物はね、お菓子系で言うとタルトとかマカロンとかが好きです。でほんで普通の食べ物だったらお肉が好きです。タンが好き。牛タン、牛タンが好き。ボキってた。牛タンが好きで、牛タンが好きで、あとみかんも好きですっていう感じかな。なんか怒られてる。怒ってはないよ。だから心配なんだって。心配なんだよ。リエは知らないこと以外全部知ってるもんね。そうだね。そうだね。それはみんなそうじゃない。鹿送ろうか。うん、鹿はいいのよ。鹿はいいのよ。やめてもろて。いや、いいのよ。リアはさんは悪くないし、まあ確かにね、そうだけどさ。いやでもなんか早くさ配信できてればさ、そういうのも解消できるじゃんっていう。来週はライブは見る。ペンライトの色は分かりません。分かりやすいようにしてくれたらレッスンをするかもね。かもねって感じ。鹿との接触動画なら保存したり。やばいやばいやばい、怖い怖い。分かってるくせにそんなこと言われたら安全運転どころか空まで飛ぶぞ。だからダメです。頑張れって、安全運転で頑張れって言ってあげる。
マカロンと、マカロンを牛タンでくるんで食べると最高ってことですよ。わかります。違う。それは違う。別々で食べたい。牛タン食べた後にマカロンとかだったらいいよ。牛タン何回言うん？牛タンだって。牛タンは美味しいよ。牛タン。牛トン、牛、牛トンだって。牛タンだもん。牛タンがいい。今日はリエイトじゃなくてオキシドールとずっと最悪。青振っとけばいいよね。青より水色の方がいいかもって思う。青より青だとね、リコちゃんが青なのよ、ペンライト。実はあのドラえもんが好きだから青振ってもらってるんだと思うんですけど、わかんない、なんで青なのかわかんないけど、でも青なのよペンライトが。だから水色の方がいいかも、振るなら。マカロンって見た目の期待値ほど美味しくない。そこまで美味しくない。美味しくなくない？まあ確かにね、確かにそれはそうかも。でも好きで食べちゃう、実はね、好きで食べちゃう。でもね、なんかトゥンカロンってやつ知ってる？みんな。なんかマカロンのさ、でかいやつあるんだけど、トゥンカロンって言って、なんか韓国語でなんだっけ、太ったみたいな、太ったマカロンみたいな感じのマカロンがあるんですけど、そのマカロンが食べたことないから食べてみたいってずっと思っている。ミスタベルベスです。なんでペロペロすんの？なんでやねん。なんでやねん。やめてもらっていい？やめてもらっていい、それ。あ、やばいやばい。あれだよ。シャーロック・ホームズに送った暗号みたいになってる。だからそんなこと言われたら来ない。ならないよ。大丈夫だよ。暗号みたいにならないから。水色の、分かった、そう、水色の方がいいか。ありがとうございます。今日のペンライト気づいた、気づいた、振ってくれてるって思ったよ。テンガロンハートなんでやねん。誰がやねん。星になっちゃった。でかいマカロン、そう、でかいマカロン食べたことないから食べてみたい。緑寄りの水色で振ったんだけど、え、タコイズブルーやったよ。嬉しかった。誰がね、何も言ってないよ。ひどいな。よかった、ありがとう。通常の緑より薄い色があればそちらを振るといいかもしれません。確かにそれはそうかも。相変わらずうまく流すな。ごめんって。大丈夫だよ。ね、ピアスか。ありがとう。いただき物のピアス。とあるお兄さんからもらいました。とある沖縄のお兄さんからもらいました。え、違いますよ。皆さん知ってますよ。大、側室さん、大名さんなので知ってます、多分。知らない人もいるかもしれないけど、多分分かると思う。沖縄のお兄さんからもらいました。タコイズブルーって何色？緑と青を掛け合わせたみたいな色。水色よりの、水色と黄緑が混ざったような色みたいな感じっていう感じ。ハック、さっき言ったのに、いないなお兄さん。そう、いないなお兄さん、そうですよ。さっきまでいたのにいないお兄さん。へえ、そうなんだ。まあ別にいいですけどね。興味ないんで。亀とラクダとサイが買い物してます。何を買うでしょう。カメラ、カ
メラくださいでしょ。だからカメラ。兄さんのセンス良すぎて俺にピアス選んでほしい。それは本人に言って。おやるやんけ。いやだって字で見たら字で見たらそのまんまやない。カメラです。カメラ欲しいな。カメラだから今何時。親父2時前には終わろうかな。そろそろ終わるコーナー終わろうかな。あ、また忘れた。書くもの忘れました。書くもの忘れた。したじゃん、やる気なくした。もう、お父さんが嫌いな食べ物はなんだ。パパイヤ。パパが嫌だからね。パパイヤです。わかった。リア巻き込みリビリップでお兄さんにリブス。わかった、いいよ、使いな。カメラ欲しい。今宮司。そうだよ、今宮司です。神宮寺。何じゃない。またペンないの。そう、またペンない。ちょっと待つよ。待ってくれる。じゃあちょっと一瞬襖をご覧ください。取りに行ってきます。取りに行ってくるね。ちょっと待っとって。タコ汁、緑色っぽい青だっけ。そんな感じ。やるやんけ。得意なのよ実は。ってことで行ってくる。ちょっと待って。戻ってきた。すみません、こんばんは。この目最悪。今日もいい。ええやろって言ってる。ええやろ。スマから誰かの怖い。大丈夫。覗く人いないから。安心して。おかえり、ただいま。せっかくスマたん。じゃあ神宮寺ない方がいい。バレさん本当にだよ。なら今度から青と緑振るか。青と緑。逆にね、日本持ちでもいいかも。27日、いけぶ池袋スタージーミクサで11時10分から11時30分出演。耳にタイヤついてる。ついてないよ。うわー、あれだよ、怒られるよ。怒られるよ。どっかのお兄さんに怒られるよ。なら転べよ。転ばないよ、大人だもん。ごめんなさい。もうおこだ。しじさん2回目の訪問。ナイマンさん初訪問。なんて読むんだろう。初訪問さん、ありがとうございます。鳥さんさん、さん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。もうすぐ終わります。ごめんね。あの、かわいい。ジャパン
なさい。感謝祭。無線の線。え、大人、大人、え、誰がわしがわしがとりあえずけど、コートにフリフリするなり光ればいいんじゃない光れば全然いいよ。ではでは、告知タイム。まだ終わってないけどね、書き終わってないよ。お腹すいた、やば、今日一食しか食べてないんだよね。それお腹すくか。それお腹すくわ。そうだ、本当にお腹すいた、やば、生きていけない、無理。ポンポン、はい適当かよ。斜め目の白い長靴さんとサトシーさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。ということで、ライブの告知をさせていただきます。一食をやめろ、おいくすみすぎ、違うの、なんかね、食べる時間がなかったんよ。朝起きるじゃんか、で私ギリギリに起きちゃったの。結局ね、早く起きようと思ったんだけど結局あのおはようツイートして、結局ね二度寝しちゃったの私は二度寝をしてしまったんです、神宮寺は。で気づいたら家を出る1時間前ぐらいになってまして出てましてあ、ご飯食べる時間ないと思って出たんですよ、そのまま家をね、家を出て家を出て、で下北に着いてフラペチーノ飲みましたフラペチーノ飲みました。山梨県のフラペチーノを飲んで、いやマジで今日不摂生だから本当にみんな引かないでね。そう、飲んで、でそのままライブ出て、ライブ終わって特典会して、その後にその空いてたから、時間が空いてたからご飯食べてましたそれがなんかサラダラーメンみたいなやつ食べて、それしか食べてない。それ以降何も口にしてない。あ、違う、その後にラピュタさんからもらったお土産を食べました、1個だけ。それ以外は食べてない。あとはお水しか飲んでない。お水じゃない、お茶しか飲んでない。トゲジョルの線から確かにね、昨日の夜がやばかった一番シリーさん初訪問ありがとうございます。いらさっちゃん、ゆうくんさん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ギリギリやはり子供じゃないもん、寝るのが好きなだけ。納得や体にも一応出ちゃう、まあ、確かにね、それはそう。食べなきゃって思ってるけどさ、食べなきゃって思ってるけど食べなかった普通に山梨のフラッペしかなくない？長野だけ？ううん、下北のそこの場所にもあれしかなかった、山梨のフラッペしかなかったです。沖縄のやつとほじ茶はなかった今から食べるか、今からは食べない、今からは食べない私こんばんざい、おい、ツイキャスさんこんばんざい、ごゆっくりどうぞ。もう終わるよ、終わるよ。ごめん、腹減りすぎて途中コンビニ行ってた。何食べたの何食べたの。鳥屋さんこんばんは、こんばんは、コメントありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。もうすぐ終わっちゃうんですけど終わっちゃうんですけど、ごゆっくりどうぞ。と
ということで、ライブの告知をしていきたいと思います。今日ねライブがあって、そのライブが終わったのであと2回ですね。ライブ次のライブは7月じゃない27日の池袋スタジオミクサさんでライブがあります。出演は11時10分から11時30分までになっております。朝早いんですけど、あの一緒にね過ごしてくれる方がいたらいいなって思っております。マジ私の予約寂しすぎてちょっとね凍えているので遊びに来れる方がいたら遊びに来てほしいなっていう感じです。そして31日はバンザイジャパンの感謝、8月31日バンザイの日ということで、バンザイジャパンがバンザイジャパンのグループ含めて、足軽ジャパンも全部含めて感謝祭を行わさせていただきます。こちらはですね無線のライブになっております。次いつやるか分かんない無線のライブなんですよ。そう、無線のライブです。マジでね31日も多分湧くと思う、瀬取り的に湧くと思う。みんな絶対声かでウェーイってなれる曲がねあるので、遊びに来てほしいマジでって感じなのでね、あの初めましての方とかよかったらね、この喋ってる神宮寺じゃなくてアイドルをしてる神宮寺を見に来てくれたら嬉しいなって思っております。31日、時間的には夜ですね。31日の夜にライブがありますので、仕事終わり遊びに来れるなって。じゃあ間違えた、場所書いてないね場所は下北沢のシャングリラさんです。下北沢シャングリラ、シャングラっていつも書いちゃうからあれだけど、イン下北沢でやります。何を言おうとしたんだっけ、そう、遊びに来てくださいっていうのと、あのお仕事終わりにね遊びに来てくれる人がいたらめちゃくちゃ嬉しいなって感じです。お願いしますって感じかな。そう、無線ライブ、いつやるか分かんない無線ライブなので遊びに来てね。サジチにマジで行きたいからやだよ、できないよ。サジチ仕事変わって、え、私出なくていい、ライブ、そしたらライブ出なくていいですか。おかず屋さん初本、あ、じゃあフォローありがとうございます。ありがとう、ごゆっくりどうぞ。はじめましてさん、たくさんありがとうございます。お名前呼べなくてごめんなさい。ごゆっくりどうぞ、もうすぐ終わるんで、ちょっとまで、ちょっとだけ、ちょこっとだけお付き合いください無線、無線ってその無線じゃないんだよ。さじじサボりたいのどんなんだか、下北沢以外台風にしてください台風にしてください。そしたらみんなドラえもん呼び起こすもうちょっと終わった時の上やときウェーイ例年から意地でも3時さ、万全の日行くようにしよう。31日、9月1日ね、確かに目がかゆい、あ、電車乗れないか確かに電車乗れないのもやだね。告知拡散用でスクショ撮ったんだけど、デラかわいい何の何の、もう一人のリアにステージ出てもらおう。無理なんだが私分身できないから、こうやって名前しか違うの知ってる知ってるよ。録画しました、ネタに使います。ダメです、使ったら怒りますダメです。ということで27日、本当に27日もね、あの寂しいの本当に
なので初めましての方、チケット2500円なので、お近くの方ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いしますって感じ。あと31日も本当に来てほしい。足軽ジャパンでね、動員をね100人しますって言っているので、皆さん本当に一人でも多くの人にバジャジャパン、足軽ジャパンを知ってほしいです。よろしくお願いします。お願いします。目かゆい、スキスクショしたいんよ。ボードにピリアデジで撮ったらいいタイミングで目つぶってってお願いしてるみたいです笑ったりじゃがめ、ありがとう。ということで終わりにしましょうかね。終わろう、終わりましょう。どうしようかな、終わろうか、書けばええや確かに。おやすみなさい、おやすみなさい。ということで終わりにしたいと思います。なんか言い残したことないかな、不安なんだけど。大丈夫だよね。よし終わろうあ、そうだ、みんな26日の26日のあの26日の7時ぐらい、7時ぐらい、7時ぐらい、7時半とか開けといて、みんな開けといて、いいことがあるよ、開けといて、開けといて、開けといてください。夜、そう、夜、夜の7時ぐらい開けといて、みんな夜、夜、夜、夜の19時、19時半とか開けといて、みんないいことがあるよ、いいことがありますよ、開けといてね、みんな。金曜の19時半ってこと、そう金曜の夜です、そう金曜の夜、開けといてください、開けといてね、みんな開けといてね。またうちさ、確かにね、それはそう。親ぐじ、親ぐじ、声お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ、お疲れ、海賊、お疲れ様でした。またね、またね。お疲れ、お疲れやい。寝言言ってました。おはようございます。おはよう。眠気、やばいやばいやばい。早く終わらせようね。夜です、夜。19時。19時。19時ぐらい。そう、半、半ぐらいです、半ぐらい。金曜の夜です。ウェブ中かもしれない。確かにそうかもしれない。なんでやねん、仕事始まる寸前の時間、あーやばい、ついにサライを歌いながらマラソンしません。起こしてね、起こすのどうやって、ミュートにしてるんでしょ、なんで見るので、あ、いいことがあるかもしれません。スケジュールで書いてた、ありがとう。じゃあ、みー勉強しないことを祈る、そうだね、いいことがあると思うので皆さん待っててくださいっていう感じかな。終わり、そろそろ起こしてどうやって起こすのさ、逆に聞かせてもろて、自転車で勝ち込めるように頑張ります、頑張ってください。あ、やべ、あ、やべ、収穫か、それはないですね、ごめんなさい、それはないですね、ごめんごめん。ということで開けといてくださいね、くらい、うん、開けといてって感じ。ということで終わりにしたいと思います。トゥルルルとかさないと思う、わかんないけどね、知らない。ということで終わりにしたいと思います。まっちゃん水着か、水着は絶対に着ない、ごめんね、オフ会で分かりました、うん、うん、何にも言わない、水着、水着はないってことだけ言っとくね。バイバイ、お疲れ、お疲れやい。ということで
以上、バンザイジャパンの構成ユニット足軽ジャパンの神奈川県の電動趣味のライジングジェリアイでした。ツイッターのフォローとルームのフォローもよろしくお願いします。あつ水着水着はない、ごめんねごめんねごめんね、なんだよね、そう水着は絶対にないのでごめんなさい。ということでバイバーイ。全体全体ってなんだろう。ということでおやすみなさい、またね、バイバーイ。